はい、こんにちは、ともチャンネルです。ですね、今、車でずっと撮っておりまして、車に乗ってるとね、いろんなことが見えてきます。渋滞の時はね、周りがよく見えるので、前をね、急げ急げっていう、焦ってる人は見えないんでしょうけども、私は時間的余裕があるんでね、周りがよく見えております。で、やっぱりね、その中でね、すき家とかっていう、美味しいものをね、垂れ幕に出しているところを見ると、あれ、今度食べようかな。今度あれ食べようかなっていうのをいろいろね、思うんですけども、またそういった時間が取れないので、行くことはないんですけどね、なかなか。ただ、そういうのをね、覚えておかないと、なんて忘れちゃうんですよね。で、次から次へと美味しそうなものが出てくるんで、次から次へとあれも食べたい、これも食べたいということになってくると、体がいくつあっても足らないし、お金がいくらあっても足りないという、そういう状況です。で、じゃあ何が食べたいのかっていうと、やっぱり美味しいものが食べたいということで、出てくるものはみんな美味しいものなんでね、じゃあ好きなものを食べればいいじゃんということになるんですけども、好きなものを食べて、美味しいものを食べてっていうなると、今度美味しいものが普通になってしまうんでね、そうするとまた満足感が、なくなってきてしまうというね、やはり人間美味しいものを食べ続けるとそれが普通になって、満足できなくなってしまうということなんでね、それならば、普段普通のものまずいものは食べたくないですけど、一般的に美味しくも美味しくもないものもね、とりあえずまんべんなく食べておくと、美味しいものというものはすぐわかるというかね、食べた瞬間に、美味しいなと、感動するわけなんですよ。美味しいものを常に食べ続けてると、その感動がなくなるっていうね、美味しいものを食べてるのに幸せを感じられなくなるというのは、ちょっと悲しいかなと。やはりね、いいものがこうある場合、その悪いものと比較するのが人間なんですよ。悪いものというか、いいものというかね、いいことと悪いこと、それを比較してようやく、いいことなんだな、悪いことなんだな、おいしいもんだなというふうな比較をして、それでやっぱり幸せを感じるもんなんですよ。だから、おいしいものばかり食べていると、それが基準となって、その同じような美味しいものを食べても全然感動がないということになってしまいます。なのでね、美味しいものとは限らずとも、もう食べてみることがね、第一なのかなと。結局、何でも食べてみないことにはね、その味が本当に美味しいかどうかもわからないし、まずいなと思えばそれを基準にまたして、美味しいものを食べりゃいいだけの話なんでね、美味しいものばかりを求めていれば、美味しいものが分かんなくなるわけではないんですけども、感動が薄れるというね、そういった悲しいことになってしまいます。やはり美味しいものを幸せに感じたいのであれば、美味しくないものも食べた方がいいんではないかなということでした。おしまい。